奪われた。何があった？賊に襲われ、食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。勝負！米だ。盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずとも、お主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。